こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾン、ね。始まったらどんなものを入れれば儲かるのか。まあ、そのヒントになる経験を今日しましたんで、シェアしたいと思います。本日、コーヒーのペーパーフィルターを買いに来ました。するとなんとですね、1種類だけ、しかも10から12人前というでかいコーヒーフィルターが1種類だけ見つかってね、買ってきました。 で実はこのコーヒーフィルター、昨日も買おうと思ってですね、えー、ダイソーに行ったんですけど、えー、売り切れてなかったという状態でしたで。コーヒーのペーパーフィルターなんてね、日本だとあまりにもありきたりで、まあ、そんなもん高い値段で買うやついるわけないというような感じなんですけど、まあ、オーストラリアアマゾンが始まったらですね、まあ、おそらく普通にコーヒーフィルターこっちで買うと、まあ、12枚あるいは20枚入りで5ドル、6ドル、 それを3倍の15度ぐらいで出しといてもですね、そこそこ売れると思います。というのがですね、コーヒーのペーパーフィルターがなぜかレアアイテムでですね、オーストラリア一番の大手ウールワースにはペーパーフィルターが置いてません。全店が置いてないかどうかわかんないですけど、少なくともね、シドニーの、まあえー、割といい、ね、高級住宅地と言われている地域のチャツウッド、そこで一番大きなウールワース、ね、ペーパーフィルターがないと。 で、オーストラリアで2番手のスーパー、コールズ。まあ、これね、1種類だけペーパーフィルターありました。今日買いました。ところがね、えー、品切れであることも多いです。そして、日本でおなじみのダイソーね、ペーパーフィルター、えー、売り切れであることが多いと。まあ、これね、ウールワースとかコールズが品切れのことが多いんで、で値段はダイソーの方がね、全然安いんで、も,もしかしたら買いだめとかされてるのかもしれないしね、あるいはね、買い占めて eBay で売ってる人がいるのかもしれないと。 いうぐらいの勢いでね、なぜかペーパーフィルターが貴重品です。で、日本ではありきたりの商品も、まあ、オーストラリアではレアアイテムだったりするというようなね、ものはコロコロありますので、まあ、とりあえず利、利幅が取れそうなもん、原価が安くてね、えー、壊れないだろうなとか、まああまりにもありきたりなもんじゃないなというものはね、とりあえず出してみればね、こんなもんで儲かるのかいというようなものが儲かる可能性が十分にあります。そんなわけで、オーストラリアの Amazon ね、早く物販開始しないかなと、楽しみに待ってるんですけど、す、ま、で、あ、にね、FBA の転送の手配とか、まあ、その辺は済ましてありますんで、えー、今後も引き続き、物販いつ始まりますとかね、えー、こういう商品に注意とか、えー、こういう商品儲かりそうだというような話があったらね、えー、またシェ,シェアしていきたいと思います。以上、天アカデミー堀秀夫でした。